よし、一気に行くぞ。チャンスだ。よし、立った。悪いな。先に行かせてもらうよ。 俺の番だ。はい、はい。さてさて。行くぜ。荒木か、上等だぜ。行くよ。行くよ。まあまあだったね。ごちそうさまです。 注意してください。今だ。俺の番だな。よし、上出来だ。やるね。 始めましょう。
ナイスファイト。 一気に行くぞ。ファイター、チャンスだ。よし、まだまだいける。 蹴りをつける。 Thank you.
くぞ。せっはっ。今だ、みんな。ごめんなさい、先に行くわね。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解。
んだな。行きます。俺の番だね。ナイスファイト。先制可能。始めましょう。大丈夫か？今だわ。みんな行こい。ごめんなさい。先に行くわね。来やがれ。行くよ。やれやれ、時間の無駄だったな。
やっりゃ任せろぜ私の勝ち行きますエイエイやっさあ先を急ぎましょうさてと、ゆっくり。援護するわ。守りたい、このクロスベルを。行くぞ、みんな。よし、上出来だ。やるじゃない。
了解。えお、ああ良いデータが取れました。やるじゃない。チャンスだ。よし、さっ、ベイク、いきます。と、いくぜ。はっ、この調子でいくぞ。
らシャーリーと小僧をぶちのめしてきたようだな。あんた、こちらの動きが見えているのか。手に取るようにな。さあランドルフ、手をかざせ。すべての決着をつけるためにな。それでは戦を始めるぞ。迷いと未練を捨てて、いざ飛び込んでくるがいい。予想はしていたけど。ああ、正直厳しすぎる相手だな。 IBC 前で見せつけられた圧倒的な力から判断する限り。確かに実戦経験が違いすぎるね。さすがは大陸最強の両兵団の首領格か。だがここを越えない限り、俺自身の蹴りを。2年前につけられなかったけじめをつけるためにも。どうかお前らの力を貸してくれ。ああ、もちろんだ。言わずもがなです。当たり前じゃない。微力でよければ。いいだろう。向き合う時が来た。全てを打ち砕く負けも大賀のその戦場だ。飲み込まれないよう腹をくくって突き進むぞ。
さあ、何？私の番だな。任せてくれ。よし、はっ。私の番だ。守りたい、このクロスベルを。畳みかけるぞ。よし、はっ。今だ、みんな。はい、えい。任せろ。えい、そこ。任せてくれ。よし、ほう。私の番です。さあ。
畳みかけるぞ。了解。チャンスだ。よし。悪いな、先に行かせてもらうよ。はい、
行くぜ。よし、上出来だ。お疲れ様。始めましょう。始めるわ。私の番です。今だわ。上出来さくら。やるじゃない。えいはっ。畳みかけるぞ。了解。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。アイサー。わかった。ふう、みんな大丈夫か。えいっ。先制可能、始めましょう。了解。チャンスだ。よし、上出来だ。ヒュー、やるね。今だわ。
みんな、行く。悪くない。
よし、一気に行くぞ。大佐、今だわ。みんな、上出来かしら。やるね。さあ、かかってこい。私の番です。手こずってるかい？はっ！任せてくれ！よし！よし！上出来だ！悪くない。
に行くぞ。大丈夫。チャンスだ。よし、畳みかけ。さてさ、そこ。さてさ、さあ。よっしゃ。さて、はい。行きます。えい。よし。せい。じゃ。よっ。任せてくれ。私の番です。そこです。任せて。おととい来やがれ。えな。前哨戦をくぐり抜けたか。おじき、シグムンド。赤い星座の副団長オーガロッソ、最強の両兵の一人だね。その通りだ。俺とハルといった刀身と両兵をくらいだ。ランドル、もはやお前も気づいているはずだ。このクロスベルの状況とエレボニア帝国の乱れによって大陸は激動の時代を迎え、今まで以上俺たち両兵の活躍の場は増えていくだろう。テロリストどもは規制を上げ、蛇と教会の暗闘は広がり、遊撃士どもは躍起となる。貴様も肌で感じているはずだ。まさに終わるべくして平和な時代が終わった。
とも。勝手なことを。でも、あながち間違ってもいない。クロスベルの事件、そして帝国の内戦と共和国の混乱で、大陸は今大きく揺らいでいる。もしかしてクロスベルの事件が起きなくても、大陸の至る所で導火線がくすぶっていたのは確かに。クロスベルの事件はあくまできっかけとなったにすぎる。ああそうだ。そして確かに、肌で感じた嵐の匂いは、戦場の匂いが立ち込める。それこそ貴様が骨の髄まで料理、そしてオルランドの一族に流れ、なのにランドルフ、なぜ貴様は未だ目を覚まさ、どうして自分を偽りながら安穏な生を送っていられるのだ。これが最後だ、ランドル。刀身を告げ、足りない部分は兄貴の代わりに俺が仕込んでやる。そして名実ともに赤い星座の団長となった暁には、どこに肩入れするも望むままだ。無論このクロスベルに肩入れしてやるのもいいだ。この件がどう転んだとしても、間違いなく相当な苦難が待ち受けている。お仲間のためになるかもしれない。あなたは、なるほどな、冷徹かつ合理的に、だけど勝負を変えます。さすが、それが良平の良平たるゆえ。貴様も分かっている。平和な時代が去った以上、貴様が抗う足場はどこにもないはずだ。ならば迷う余地はあるまい。そうかもしれねえな。だが答えはノーだ。ほう、どうやらあんたの不敵な老いは道を外れちまったらしいぞ。激動の時代に平和を求め、欺瞞の世に正義を求め、しかもロマンや幻想もなく、自分たちができることを地道に積み重ねることに、そんな足場を見出しちまったんだからか。ランディさん。生意気な。誰かさんから草さんが映ったのかな。この足場を持って俺の業に抗わせてもらう。あの懐かしい姿の日、修羅として生きるしかなかった俺自身と完全に決別する。これが俺なりのけじめだ。私たちも見届けるわ。ごたくはそれだけだ。なんて陶器だ。いいだろう、その頼りなき足場を持って貴様の抗いを認めよう。だが分かっている、そこまで言い切ったからにはもはや手加減はできぬ。ああ、望むところだ。親父とあんたから学んだ戦技と持てる力の全てをかけて、最強の両方であるあんたを打ちのめさせてもらう。面白い。ならば俺は貴様を喰らって刀身を継ぐことにしよう。不出来な息子を持った兄貴へのせめてもの手向けとしてな。さあ受けてみろ、戦場を喰らい蹂躙し尽くすオーガロッソの総戦部を。来るわ。迎撃開始、全力でランディを援護する。全力で抗うかい。この勝負引くわけにはいかねえ。喰らえ。さてと、行
よし、任せて。精霊マナよっしゃ、ファースト発動了解。はい、任せろ。気合を入れろ。任せて。はい、それ。
今だわ。すまない、みんな。マジかよ。なんとかしないと。せいくぜ。
んだな。向かったか。まだまだいける。まさかあんな足場でそこまで踏ん張るとは。だがそれもまた今の貴様の力か。ああ悪いが貫き通させてもらう。あんたと親父には本気をしちまうけどな。今さらなんだ。それに一番の不義理はけじめも取らずにのうのうと流れてる一言も言わなかったが、兄貴も心配していたぞ。そうか。だが少しは兄貴に顔向けできる顔になったようだ。その強がりがどこまで貫き通せるかはこれからの生き様で証明。解放できたみてえだ。とりあえず門のところまで戻るとしようぜ。そうね。お疲れ。お疲れさ。そっちこ。よっしゃ、これで先に進む。でもさすがに激しい戦いだったし、一度メルカバに戻って休んでいいかもしれないね。そうだな。報告がてら。悪くない。
立て直すぞ。了解です。お返しよ。お返しよ。甘いね。援護するぜ。任せて。そこ。よし。私の番です。やあ、甘いね。行くよ。先生、任せてくれ。せい、はい。任せてくれ。私の場合。はい。俺の番だ。いや、はい。悪いな。先に行かせてもらうよ。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解。私の番です。よし。いや、ここだ。よっしゃ。いい感じだぜ。やるじゃない。
お返しよ。何？任せて。任せておけ。大丈夫ですか？甘いね。行くよ。よし、えいっと。いいだろう。なに、いくぞ、せいっと。さあ、そこだ。さてと、いけ。俺の番だ。えい、じゃ。悪いな。先に行かせてもらうよ。
じゃあよし一気に行くぞ。ファイター今だわ。みんな行くぞ。私の番はそこです。これもみんなの装備ですね。始めましょう。よっしゃ、チャンスだ。よし、よし、上出来だ。悪くない。
きに行くぞ。はいさあ。今だわ。みんな。さてと。えい。任せろ。俺の番だぞ。えい。ま、これが実戦の差ってやつだね。せいじゃ。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解。今だわ。はい、そこです。任せろ。戦闘終了。全員無事だな。やるじゃない。やった。よし、一気に行くぞ。ファイター。さてと、私の番です。ここだ。よし、さてと、任せてくれ。私の番です。さあ、敵集団撃破しました。せいはっ。みんな、フッキよ。やっと。私の番。戦闘終了。やれやれです。えいっ。先制可能。始めましょう。大丈夫。今だわ。みんな、始めましょう。よいしょ。
さてと。はい、ここだ。よっしゃ、私のそこ。よし、やっやっ。はい、そこです。任せて、やっ。任せて、そこ。よっしゃ、ぜっ。ま、これが実戦の差ってやつだね。一気に行くぞ。チャンスだ。よさてと、そこです。データ収集も終了しました。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解だ。チャンスだ。よし、よし、上出来だ。悪くない。速攻で蹴りをつける。私の番です。ああ、俺の番だな。俺の番だ。せっ、やっ。よし、上出来だ。悪くない。私の番です。
ここで。うっしゃ。ふっ。えいふっ。私の番です。あ。戦闘終了。やれやれです。始めましょう。大丈夫？俺の番だな。さてと。ここだ。よし。さてと。行くぞ。よっ、でや。さてと、えい。さてと。守りたい、このクロスベルン。制圧完了。次に行こうか。戦闘終了。全員無事だな。えいこ。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解。さてと。うっしゃ。ふっ。任せて。ふぅ、なんとかなったわね。やっはっ。みんな、立つよ。了解。今だわ。ナイスファイト。セイト。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解。チャンスだ。よし。さてそこ。こんなところかしら。
えいっと。みんな、返すよ。やっ、やっ。オールグリーンです。えい、やっ、やっ、はっ、やっ、よし、えい、やっ。私の番はここです。ここだ。よっしゃ、ちょろいぜ。大型の電子体を確認、厳重です。分かった。
どうやらここが神域の領域への門が奥には結界か。こんな場所に領域来たか。アニアスさん、やはりか。まあ当然そうだよ。まさかあの戦機を破るとはな。もはや初めて会った時のおぼつかなさはなさそうだ。言葉は無用。我が領域の果てで待つ。ついに来ちまったか。ええ、私たち特務支援課の思えば私たちが知り合った時からの縁ですよね。ああ、ジオフロントに潜って竜たちを助ける時に。なるほど。まさに人間の関係だね。行こう、アニウスさんが待っている。え、だって
始めましょう。えいっと、私の番じゃ。私の番です。さあここだ。さてと、任せてくれ。よし、はい、まだまだいける。行くぞ。ファイター。今だわ。みんな。上出来ですわ。こっちもです。やっと、私の番ね。
俺の番だな。任せて。上陸さくら、やるじゃない。敵発見、一気に決めるぞ。行くぞ。今だ、任せて。せーせー上陸さくら、やるね。私の番ね。はい。
ここだ。はい、そこです。えい、やい、いくぞ。やっ、はい、気合を入れろ。私の番です。任せてくれ。えい、いや、うん、みんな大丈夫か。始めましょう。よっしゃ。やっ、えい、そこ。はい、そこです。ここだ。よっしゃ。私と出会い、行きます。えい、えい、出会い、行くぜ。ま、これが実践の差ってやつだね。セイト。先制可能。始めましょう。よっしゃ。チャンスだ。よし。よし、上出来だ。やるじゃない。セイフ、セイフ、いくぞ、みんな。お、それ。集団との戦闘を開始。行くぞ。今だ。行くぞ。さてと。で。上出来かしら。ナイスファイト。Thank you.
至ったか。アリアスさん、もうあの長官の格好はしてねえんだな。クロイス氏の要請とはいえ、もともと無理のある人事だからな。国防長官でも遊撃士でもなく、ただの無頼の剣士として。整理できていないんですけど、まずは答え合わせをしても。ああ、元よりそのつもりだ。聞くがいい。ただ一つのことを除いて。それでは。辛いことを聞くようで申し訳ありませんが、5年前の事故について教えてもらえませんか。ああ、もはや隠す必要もあるまい。5年前、表通りで起きた運搬車の爆発事故、お前たちも気づいているようだ。あれは帝国と共和国の諜報戦の結果として起きたものだった。やはり当然一家では、そして帝国共和国派に配慮した上層部の判断で、当然のように握りつぶされたわけだ。そのこと自体に失望はあっても、今さら恨みはない。言葉もない。それでアリオスさんの奥さんとしずくちゃんは。ああ、サヤ、失われ、雫の光は奪われた。あれから5年、両国の諜報機関が整備されたことで無意な破壊工作はなくなったが、就航したばかりの飛行船の事故で亡くなっている。俺は物心ついたばかりでほとんど覚えていないけど、じゃあその時に
リアン先生の家族というのも。ああ、奥さんとお子さん二人がそれに乗っていたと聞いている。俺には雫が残されたが、全てを失った彼の嘆きと悲しみは想像もつかないくらいだ。そしてその時、ガイとイアン先生も同じ遺族として知り合っているはずだ。その情報は一家でも把握されていなかった。なるほど、そんな因縁があったとはね。そして5年前の事件の後、俺は警察を辞め、遊撃士協会の門戸を叩いた。警察への失望、雫の入院費用の捻出、いろいろと理由はあったが、ずっと疑問に思っていたことがあったんです。どうしてディーターさんたちとあなたの存在が結びつくのかと。ほう、確かにおじさまやベルは経済や金融、クロイス家に関係する教団の情報には詳しそうだけど、帝国と共和国の水面下でのこと、お互い接点のない両名なのに、大統領になったディーターさんはアリオスさんを国防長官に指名した。なるほど、その両者を結びつけたのがイアン先生だったというわけか。ええ、違いますか。その通りだ。警察時代、お前たちと同じく俺とガイもイアン先生の情報には随分と助けられたものだ。教団のロッジ制圧作戦でも民間のアドバイザーとして協力していたくらいの情報通だ。そして遊撃士になった後、彼とは頻繁に情報交換していた。一方で先生は IBC のホームを通じてクロイス親子と昔から親交があった。そしてあらゆる情報と要素が先生のところに集約と、クロイス氏は彼に誘導されるまま、さまざまな政治工作と司法の力によるクロスベル独立を成し遂げた。その裏で彼とマリアベル城によって真の計画が、真の計画、青木ゼロの計画です。そう、サヤたちの事故についても先生はいち早く真相に気づいていた。そして俺に事情を打ち明け、俺も計画に協力することとなった。これがいきさつのす、すべてはイアン先生とマリアベルさんの。とんでもねえ話だぜ。これも同じく疑問に思っていたことですが、キーヤを太陽の砦の地下から連れ出したのはアリウスさんですね。そしてシュバルツオークションに出品されローゼンベルク人形と入れ替えたのも。それに関しては先生ではなくマリアベル城の主導だったがな。どうやら彼女はヨアヒムの動きを完全に把握していたようでな。彼女の転移術で俺たちはたやすく最下層の祭壇にたどり着き、あの子をゆりかごから解放した。そして俺は
レミフェリア方面から運ばれてきたローゼンベルク人形とあの子をすり替えた。そのローゼンベルク人形自体もルバーチェ側に気づかれないようにマリアベルジョンが用意したものだ。そんなことまで。しかしそんなことをしてマリアベルさんに何の意味があったんですか。計画にキーヤが必要ならそのまま保護すればよかったのに。一つは英雄へも巻き込んでルバーチェ側の面目を失墜させ自滅の第一歩とす。もしオークションの場で彼女が目覚めることになったらマリアベルジョンが動いたはずだ。動揺する客とマルコーニを前に IBC の名を出してあの子の保護を買って出るつもりだったんだ。ヘイユエが動いたら別の展開もあっただろうが、いずれにせよあの時はこの俺も会場内に潜伏。どんな展開になったとしても収集できる体制は整っていたわけ。なんつうかウルトラシーすぎんだろ。用意周到すぎます。そしてもう一つ、あのような得意な状況で司法を目覚めさせることで潜在能力を見極めるということだ。キーアの潜在能力を見極めるとどういうことですか。さてマリアベルジョンがそう言っていたというだけだ。おそらくあの子を長き眠りから目覚めさせる条件の一つ。いずれにせよエイドスの導きかそれとも単なる偶然か、マリアベルジョンにしたら完全に想定外だったはずだ。あの子がお前たちに引き取られ一緒に暮らすことになったのも含めて歓迎しているかのようだった。ダメだ、訳がわからねえ。ベル、一体何のつもりで。それじゃ兄貴が亡くなった日のこと、その真実を。いいだろう。サヤを亡くして警察を離れてから2年、俺はイアン先生たちの計画に協力しいくつもの工作を成し遂げていた。いずれも後ろぐらい陰謀めいた工作ばかりだ。だがギルド関係者をはじめそれを誰かに感づかれることはついになかった。ガイ・バニングス、かつての俺の相棒を除いては。ガイは、あいつは凄まじいほどの嗅覚と粘り強さで様々な陰謀と秘密に迫っていた。帝国と共和国による暗闘、ハルトマン議長とルバーチェ、そして DG 教団残党の動き、そのさらに背後にあるクロイス家の計画にまで。そしてあの雨の日、ガイは俺を着工したばかりのオルキスタワーの建設現場に呼び出した。無論計画の詳細までは掴んでいなかったが、ガイの推測は驚くほど的確で計画の全体像を捉えていた。教団とマフィアを利用したクロイス氏の政界進出、外国勢力の仕業に見せかけてクロスベル氏を襲撃させることで独立の機運を煽ること、さらにはクロイス家の何かで大陸全土を威圧主導すること。俺の言葉をガイは受け入れず、俺たちは雨の中死闘を始めた。武術の腕は俺がやや上だが、ガイには揺るぎない意志による力がみなぎっていた。何十号と打ち合い、お互いの体力を奪い合いながら雨の中死闘は続き、そして
そしてガイは命を落とすこととなった。当然あいつのトンファーを現場から持ち去ったのは俺だ。トンファーに無数に刻まれた刀傷から犯人を特定されたくなかったからだ。あの雨の日起こった事件のあらまし。その後マフィアの手下が現れガイのバッジを持っていかれたのはさすがに想定外だったが、いずれにしてもこれで大体の疑問には答えられただろう。いい、当然知っているでしょうが、兄貴の死因はそのことについての説明が。警察にいた頃に拳銃の扱いは習得している。しつこく食い下がってくる面倒な相手に業を煮やして使ったまでだな。嘘だなマクレイン、そのような死闘の中で別の獲物を構える余裕などあるものか。ましてや相手の背中からとどめを刺すなど不可能だ。まあ道理ってやつだ。一体誰がガイさんを撃ったのか話してください。何を言われようとガイを死に追いやったのは俺以外の何者でもない。そして俺はかつての相棒を犠牲にしてまで計画に協力する道を選んだ。そして今もなお痛い気な少女の思いを利用して計画を完了させようとしている。全てはサヤのため、そして未来のためだ。アリオス、しずくちゃんがこんなことして喜ぶとでも。無論喜んだが、クロスベルといううちの呪いはあの子から母と光を奪った。そしてクロスベルは大陸のこの位置にある以上、呪いは決して消えることはない。人の世の断りを超越した奇跡でも起きた。3年前ガイは俺のことを一言も責めず、死闘の果てに命を落とし、そして司法となったキーヤは雫の目を直してくれた。もはや後戻りできる道理はない。承服できなければ力を持って止めてみるがいい。兄の残したそのトンファーで見事兄の仇を討って、大切なものを取り戻すための道を。わかりました。だが兄貴の仇を取るつもりは、ガイ・バニングスの意志を継いで立ち上げられたささやかな部署として、しずくちゃんをはじめ大勢の人々の思いを託されたと。あなたという壁を乗り越え、キーヤを取り戻して、本当の意味で事件を解決してみせ。さすがのオルキスタワーで待っているしずくちゃんのためには絶対に引けません。仕方のない奴らだ。このノリが支援家だよね。いいだろう。八王一刀流、二の方王位回転、アリオス・マクレイン。一身上の都合により来るがいい。道を僕も支援か。勝手を貫かせてもらう。来るがいい、僕も支援か。何だろう。八王が多い、しかと見るがいい。この勝負絶対に負けられない。今だ。よし。さてと。せーの。行きます。リミットを解除します。了解。行くぜ。
ました。俺の番だね。
ロイド、他の者たちも本当に強くなったな。だとしたらアリオスさんが目標になってくれたからです。確かにあんたがいなけりゃここまでは来られなかったかもな。同感です。いつも目指すべき壁としてはるか先にいてくれましたから。まったく、そのように言われる資格などそもそもないというのに。アリオスさん、あの日兄貴を撃ったのはイアン先生ですね。そいつは。なぜそう思う。単なる消去法です。事件の背景を考えると、先生以外に容疑者がいるとしたらディーターさんには計画の全ては伝えられていないようだし、マリアベルさんも兄貴とは接点がない。だがイアン先生は兄貴ともかなり親しいようでした。そして国外の出張も多く、自衛の必要がある先生ならば拳銃に慣れていてもおかしくない。どうですか。60点だな。だが9大点はつけざるを得ないようだ。まあアリオス、お互い限界みたいだし、今日のところは休戦にしねえか。何をバカな、知られた以上お前をここから返すわけにはいかん。来月の式を無事迎えたくば、殺す気でかかってくるがいい。なのできるわけねえだろ。そしたらお前やしずくちゃんを式に呼べねえだろうが。安心しろ、お前らの計画は誰にも話しちゃいない。ダドリーあたりに協力してもらおうかと思ったが、あいつも融通聞かねえからな。セルゲイさんにだってまだ相談してないんだぜ。お前それを聞いて俺が好都合と判断するとは思わないのか。いや、だってお前不器用だし、じゃなかったらこんな場所にのこのこ一人では来ねえだろう。とにかくこの辺りにして今から飲みにでも行こうぜ。そうでなくてもここ2年ろくに話もできなかったし、弟と彼女の自慢話くらいさせろっつうの。相変わらずだな。弟は確かもう15になるんだったか。はあ、俺に似ずに結構どこかの高等学校あたりに行かせたいと思ってるんだが、まあいいや、雨だしガランテにでも。先生。なるほど、黒幕はあんただったか。悪いな。
ガイ君、ご両親のことを考えたら君も誘うべきかと思ったが、多分君は絶対に賛同しないと確信できてしまったのでね。先生。当たりですよ。先生がついてるなら、多分その計画ってのもうまく、でもきっと俺の代わりは現れますよ。ああ、そうだろうな。ガイ、しっかりしろ。しまった、こんなことになるなら、ロイドとセシルに。ガイさん、そんなことが。因果の話だぜ。ありがとう、兄貴の最後を教えてくれて。礼を言うな。イアン先生は多分揺らがないだろう。そしてキーヤの決意も固いようだ。二人を崩せるかどうか、お前たちの全てをぶつけてみろ。これでやっと兄貴に届けた気がする。ありがとう、みんなのおかげだよ。何言ってんだっつーの。ロイドさんの意志がアリウスさんの夢を突き崩したんだと思います。そしてガイさんの死という過去の暗闇に光を当てた。私たちは次ばかりは手伝いなんて言ってられないけど。そうだね、ベルお嬢さんにイアン先生、それにキーボーか。ああ、最後の領域も解放した。とりあえず神域の終点に戻ろう。昇降機のようですね。それじゃあ、あの上にキーヤちゃん。アリオスさんは超えた。あの得体の知らないマリアベルさんが残っている。できれば一度メルカバに戻って最後の準備を整えておこう。絶対に何としてもキーヤを取り戻すために。ああ、各地を回れるのもこれが最後になりそうだな。